可愛い後輩のために一肌脱ぐとするか。よりが立派な大人の男だと一目で分かるような部屋作りをしてやる。え、もう二ほどきが終わったの？はい、俺だってもうちゃんと自立した大人ですから。違うんです、七香さん、これは。あ、ゆりくんも男の子だったのね。え、どうだったより、バッチリだろ、このドジキショーどもが。よう、ことぶきとな、入学祝いに気に入ったものを一本贈呈しようかと。ほう、イオリ、これ捨てるやつだけどよかったら。おイエス、おイエス、イエス。なかなかいいですね、78点。自信の一本だったんだかな。セスボン、セスボン。おかげでひどい誤解を受けましたよ。店長、セロテープありがとうございました。おう。おう、どうだ、俺プロデュースの快適部屋は。なぜお前がここにいるんだ。